リアルナイト関西のあきちゃんでございますけれどもね、笹村さん、はいはい、今日この場所わかりますか？あら、もう神戸戻ってきたの、違うの？いやいやいや、愛媛県は松山市ですよ。あら、また、私、まあ、2週間連続で来させていただいたんですよね。3000万円が強盗に負った事件でね。そうですよ、うん、例の事件ありましたね、あの強盗事件、うん、あれが無事に解決したというところですね。はいはい。で、今回我々来たのはその事件解決した上で改めてですね、ほう、小野口様、隣の奥様いらっしゃったでしょ。ほう、あの方にもう一度インタビューさせていただいてですね、ほう、まだこう世間にね、こう明るみになってないこう裏事情絶対お持ちだと思うんですよ。なので、でも連続強盗犯の兵頭を縛って3000万奪った犯人っていうのはまだわからんもんね。そうなんですよ、笹山さん、そこなんですよ。そこを我々は解明したい。この現場の人間としてね。そうかいな。というわけで、ちょっとそこのね、こう足がかりになるようなね、こう情報を奥様、小野口様にね、ちょっと今日聞いてみようかなと思ってます。で、我々今回事前に以前の放送ではこうね、ついた？後ろ真っ暗やで。え？真っ暗やかな。また急に行くからや。いや今日 お電話させていただいたんですよ。あら、そうかいな。今日は行きますよって。ほんなら突撃とちゃうな。ただちょっと真っ暗ですね。ちょっと行ってみましょうか、一応ね。明かり一つついてへんように見えるけどもね。中にいるのかな。あれ、扉開いてません？あ、ほんまやね、扉開いてへんか。あれ、で電話しましたよね、今日。連絡したいもんね。そうですよね。あれ、ちょっと中入りましょうか。いるかい。あ、小野口さん、リアルナイト関西のあきちゃんですよ。ちょっと、返事がない。ほんまに真っ暗やね。誰もいないような感じがしますね。今日お約束してました、あきちゃんです。あ、上がりますよ。お邪魔します、小野口さん。勝手に上がって。ちょ、あ、もうこれ勝手というか、何かあったらどうするんですか、これ。だってはい。あ、真っ暗だな。小野口さん、いらっしゃらないね。あれ、お電話しましたよね、今日。お約束したんだけどな。あ、今にもおらんのか。あ、けどカメラさん、ギリギリ、まだ先ほどまでいらっしゃったこう痕跡というんでしょうか。お茶がありますね。そして、あ、予算本線松山、時刻表がありますね。だから、どこかお出かけされたのかな。でも電話で行くって言うたん違うんかいな。そうですよね、そうだ、電話してたんだ。なんで、うん、なんでですか。いや、知るか。ほら、勝手に人様の。あら、お化粧道具も何もないですね。何もあらへんの。こちらは、タンスも何もない。なんで。何もないですよ。あ、これあれじゃないです、これ例のノート。お隣のこう水道のね、ご利用状況をこう奥様がこう記されてた。小野口さんが書いてはったやつやね。そうです、小野口様が書かれてた。それだけが残ってるんかいな。どういうことは、これは何やそれ。これなんだ。箱か、名刺入れかなんかな。ちょっと重たい。あ、これ手鏡です。はい、手鏡だ。ほな、手鏡とノートだけ置いて。見づらいですけどね、手鏡と。ちょっとけど、どういうこと。だから今ここにある状況としては、お約束してた小野口さんがいらっしゃらない。そうやね。そして時刻表があると。ほんでこれ、あれなんだら、あ、うん、びっくりした。電話なんですか。これちょっと、もう出ましょう、一旦。これ、あ、ダメだ。それ、あんた人さんのとこ勝手に上がり込んで何してんの。危ない。ダメ。出ましょう、ちょっと。小野口さん、戻らないのかよ。なに電話出た方がいい。いや、出ましょう、電話出ましょう。なんで出るねん。ちょっとびっくり。人さんのとこ勝手に入って電話取るってのは、ちょっと、ディレクター。はい、あ、小野口ですけれども、警察によりますと、戸籍や住民票を調べたところ、小野口清子という女は存在せず、偽名を使っていた可能性が高いとのこと。
んばんは、ニュースナイトです。先月15日松山市で起きた3000万円強奪事件で、警察は連続強盗魔兵道の家の隣に住む主婦小野口清子を犯行の関与が強まったとして全国に指名手配しました。この事件は連続強盗犯としてすでに逮捕された兵道清が先月15日の夜、自宅で何者かにロープで縛られ前夜に不動産会社社長から強奪した現金3000万円を奪われたものです。その後奪われた3000万円は近くの三浜派出所に放置されているのを警察官が発見しています。警察は隣に住む主婦の小野口清子に事件当夜のアリバイがないことや女の声がしたという兵道の話、また身体的な特徴などから小野口逮捕の準備を進めていましたが、事件から3週間後に突然蒸発したため小野口を全国に指名手配しました。小野口の自宅からはこれまでに兵道が関わっていた強盗事件の初報段階の新聞のスクラップのほか、兵道の家の水道使用量や人物の出入り状況などを事細かに記録したノートなどが複数見つかっていて、警察は小野口の交友関係を調べていましたが進展がないことから公開捜査に踏み切りました。熱が力、あれはもう人に足が来ないよな。兵道さんのお宅から盗まれたお金、これが本人の犯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 人の